はいどうも皆様おはこんこんみつキックバスターです。今回は新しいゲームやっていきましょう。それがドトコイです。まあ簡単に言うと恋愛ゲームです。どんなゲームかはやればわかります。ということで始めから、主人公の名前は、はい、じゃあ僕の名前のみつきでいきましょう。 OK です。俺はみつき、おお俺今日から高校1年生だわ。若いね、高校生か。アニメや漫画の世界では高校生活にはドキドキが詰まっている。変な部活を作ったり、悪の組織と戦ったり、異世界に飛ばされたり、まあそれはフィクションであって俺には縁のない話だろう。でもとびっきりの美少女たちに囲まれててんやわんやのドキドキ高校生活とか、少しくらいは夢見てもいいよな。むにゃむにゃ、ん、おい、なんだ、おい、いい加減、おお、なんだ、はあ、なんだ、なんだ、なんだ、え、何これ、ちょっと、ちょっと、なんすか、この背景とのギャップ。はい、ただし準備を、って、誰やっと起きたかじゃなくて、いやいやいや、誰だ、お前。ご覧のと、悪魔なの、あ、そうなの、あ、悪魔、画像が荒くていまいちわからないんだけど、失礼ね。お前から見ろ、どういうこと。しかしもう相談会に、何でもいいけど勝手に人んじゃあがんなよ。悪魔だからって許されねえぞ。警察に通報するからな。普通に動揺してる。どういうことだ、教えてやろう。お前が寝てる間に恐ろしい呪いをかけてやったのだ。呪い、どういうことだ。それは見てのお楽しみ。じゃあな、おい。おい、ちょっと。どんな呪いなのか教えろ。言うか、ばやか、死にしろ。口悪、この悪魔。おい。言ってしまった。バトンの声が少ない悪魔だったらそこかよ。しかも呪いとか。これはきっと夢だな。うって、もう学校へ行かないと。呪いのことなんて気にしてる場合じゃない。急ごう。おー。すごい。めっちゃリアル。入学式早々遅刻はまずい。みんな最初は同じ湯とかで固まるんだ。お前どこ中やねみたいなね。遅れてたらぼっちになる。そこ、あいた、ててあな、これはまさか出会いの予感は、ええ。ちょっと、いやよそ見してすいませんでした。だから放ってこないで。何なんだあれは。正方形が喋って動いた。正方形の角にぶつけた脇腹が痛いってことは夢じゃないのか。あ、これはまさか、この声は、くー、悪魔め、バカバカ。あ、語彙の少ない悪魔、黙れ。呪いをもっと強力なものにしてやるぞ。そうだ、その呪いって一体何なんだよ。さっき見たろ、正方形の生き物、まさかあれが呪い。そう、お前の呪いは美少女の解像度が低くなる呪いだ。解像度ってなんだ、わからんのかい。お前もわからんのかい。お前から見る美少女は画質が最悪になって正方形に見えちゃうってことなの。何？それじゃ目の保養ができないじゃないか。まあ慌てるな。美少女の画質はお前が好感度上げていけばいくほど良くなる。好感度は？好きってことか？そうだ。さっき見た美少女は一番好感度が低い状態だ。へえ。正方形だからな。じゃあ真の姿を見るには？好感度を最高まで上げて惚れさせてみるんだな。そしたら元の姿の美少女が見れるかもな。惚れさせる？そんなことを俺が。そうだよ、非モテのお前できるから。うるせえ。逆に聞くけど、もし嫌われたりしたら、ざまみろば。またレベルの低い悪口よ。うるさい。タイムリミットは3週間だ。え、たったの3週間。3週間以内に好感度を最大にできなかったら。せいぜい頑張れよ、ボケケースゴミ。あ、ちょっとおい、ゴミはひどくない。
入学式が終わって今は教室でホームルームの時間だ。校長の話が長かったな。ここにいるみんなが俺のクラスメートか。どんな子がいるのかな。ということで1年間よろしくお願いします。では今から出席番号順に自己紹介をしてもらいます。来た。自己紹介では第一印象は重要だ。今後の高校生活はこれに左右されると言っても過言じゃない。絶対ものにするぞ。最初に一番の人は、黄色ってことしか分かんないんだけど。うわあ。どうかした。あ、なんでもびっくりした。いきなり正方形が、美少女が正方形に見えてるのは俺だけだよ。他のみんなには普通に見えてるのか。じゃあ最初驚いてた君に自己紹介してもらおうかな。マジか。あ、はい、俺は見つけています。よろしくお願いします。それだけ。まずい、何も考えてなかった。あ、好きな図形は正方形です。何言ってんだ俺。君は数学が好きなのかな。好きじゃないよ。じゃあ戻って、次一番の相沢さん。相沢千春と言います。へえ、よろしくお願いします。あ、元気そうな感じかな、わかんないけど。好きな図形はおー、乗ってくれた。好きな図形は二等辺三角形。みんな乗ってる。すげえすげえすげえ。好きな図形は円錐です。なんかいいんじゃないですかね。逆にさっきの相沢さんって今朝物、いや色が違う。でも色が違う。そうあの子はピンクだったもんな。相沢さんは丸が好きな黄色の子。次の人どうぞ。関根ゆいです。おまだいたのかよ。青いから関根さんも今朝の子ではなさそうだ。どデカゴン。何それ。これで、へえ、12345678910112345678910112角形ね。次の人、なるみココアです。あれ、ハートマシマシ星キラキラの可愛いやつ。まだ正方形いた。このクラスどうなってんだ。赤い正方形のなるみさんね。最後の人どうぞ。吉角恵美、あ、ピンク四角形なら何でも。ピンクの正方形ってことはもしかして、このメンバーで1年間やってからみんな仲良くしてくださいね。はーい。正方形が4人、つまり美少女も4人。俺の1年、いいことあるのか。はい。あ、さっきのよしかどさん、今朝君とぶつかったんだけど覚えてるかな。もちろん、この脇腹のあざと一緒に覚えてる。うん、ちょっと聞きたいんだけど。ああ、聞かれた。え、あ、いや、あなたが正方形だったからですなんて言えないよ。あまりにも吉門さんがその魅力的だったから。呪いが正しかったらそうに違いない。ごめん、いきなり大声あげて。はい。え、あ、いやありがとうございます。これからもよろしくね。見えないけどね。お、吉門さんと仲良く、多分この子もう分かんないけどがメインヒロインかな。はい、あれ、お前なんでお前だけなんでお前だけちゃんとしたいやね。ゴミ言うなお前も。なんだ、中村か。中学からの仲なのにそこまで言うかよ。中村は美少女じゃないから普通に見える。男は全員普通の姿に見えるらしい。まあいいやな。お前には吉門さんや関根さん、あと相沢さんと成美さんってどんな顔に見える？は？顔の印象だけでいいから教えてほしいんだ。そんなこと言われても、いちいち名前なんて覚えてないし。じゃあさっき俺と話してた女子。ああ、それは俺にもあるだろう。分かってるよ、そんなもん。これ以上何を言えって言うんだ。それじゃあ写真、スマホで写真撮って見せてくれよ。必死すぎるぞお前。それに隠し撮りは犯罪。そこはなんとか。やだ。じゃあまた明日になって。ちょっと待ってくれよ。帰り道同じだろう。
今日はいろいろあったな。美少女が正方形に見える呪いか。その呪いはどうやら本物で、正方形の女の子が俺のクラスに4人もいた。黄色の相沢さんはひょうひょうとした雰囲気。青の関根さんはドデカゴンとかいうという図形が好きらしい。赤の関根さん、じゃあ赤の成美さんはキラキラが好きな強気そうな女の子。そして初めて出会った正方形であるピンクの吉角さん。一度に覚えるのは大変だな。色分けされていて助かった。本当それね。この子たちの本当の姿を見るためには、俺を好きになってもらうしかない。しかも3週間しか猶予がないという。この俺をそんなにすぐ女の子と仲良く、この俺がそんなにすぐ女の子と仲良くできるのか不安だ。ずっとこのままだったらどうしよう。1週間目。はい、というわけで今回はここまでにしようかなと思います。さあね、まあまあ四角形の恋愛ゲームです。四角形の恋愛ゲームってあれですけど、まあ、またね次回とやっていくつもりなんでよろしくお願いします。以上、ミズキックバスターでした。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。